よっしゃ、エイジ、ペン止めな。前と同じミスはしてないな。着実にステップアップしてるじゃないか。頑張ったな、エイジ。ここが苦手だな。俺はエイジ、高3の受験生だ。目の前にいる綺麗な人は遥香さん。俺の家庭教師で猫岡大学の教育学部に通う女子大生だ。俺が遥香さんと出会ったのは少し前の話。その日、俺は大学進学のためオープンキャンパスに参加していた。だけど周囲の建物に驚くうちに俺は迷子になっていた。大学はどこもキャンパスが広いって聞いていたけど、ここはどこなんだろう。おい、なんか困ってるのか？あ、オープンキャンパスで来たんですけど、その道に迷ってしまって。ああ、そういうことか。困っている俺を助けてくれたのが遥香さんだった。オープンキャンパスならこっちでやってたはずだ。ついてきな。道案内中、遥香さんは気さくに話しかけてくれた。それにしてもオープンキャンパスに来てるってことは、この大学に入れたら私の後輩になるわけだ。そうなったらいいんですけど。あ？まだ入試には1年もあるのにビビってんの？この大学は第一志望だし、家からも近いからできれば通いたいです。でも学力足りないし、母子家庭だから予備校に通うお金もなくて。ふーん、なるほどね。じゃあ私が教えてやろうか。家庭教師ってやつ。そんな悪いですよ。悪くないよ。私にも得のある話だしね。なんで？教え方のノウハウを増やしたいんだよ。私さ、教育学部の1年で将来は先生になろうって思ってるんだけど、実習とかってまだ先の話でさ。後輩とかなら教えたことあるんだけど、他人に教えたことないんだ。だからさ、あんたがいいなら試させてよ。でもお金が。いいよ、出世払いで。こうして遥香さんは俺の家庭教師をしてくれるようになった。おっすー。本当に来た。遥香さんは週3回うちに来て勉強を見てくれる。今まで彼女なんてできたこともない陰キャな俺の部屋に綺麗な女性がいる。長い黒髪に青い目が生えすぎていて、モデルさんでもやっていけそうな人が今俺の部屋にいるのだ。よいしょ。今日はこのページの問題をやってくれ。問題集が終わったら動詞周りの説明するからな。はるかさん、近い近い。こんなに髪がサラサラで、顔も綺麗で、私服もバッチリ。匂いも油の匂い。油？え、マジ？バイクいじってたからそのせいかな。つーか、女の匂いを嗅ぐなよ。すいません。ドキドキすることも多かったけど、はるかさんの教え方はすごく上手だった。家庭教師の日、はるかさんはだいたい夜まで勉強を見てくれる。そうなるとはるかさんが俺の家で夕飯を食べることもあった。どうぞ。一人暮らしなんで助かります。そんな、こんなので少しはお礼になったらいいのだけど。その、はるかちゃんから見てうちの子受験大丈夫かしら？大丈夫ですよ。私よりもエイジの方が地頭いいし。あら、そうなの？私高校時代本当に頭悪かったんです。3年の時にむちゃくちゃ勉強して、それで今の大学に入ったんですけど、その時に覚えたことを教えてます。だから安心してください。とはいえ、やり方は教えられてもやる気は教えられないからな。エイジ、頑張れよ。頑張ります。はるかさんは教え方がうまくて成績も順調に伸びていった。勉強熱心なお姉さんかと思えば。うん。何あのメガネ。家で勉強ばっかしてたら絶対にパンクするからね。今日は一日リフレッシュに当てる。これってもしかしてデートでは？これぐらいでデートになるか、バカ。いや、デートか。これがデートなのか？はるかさん？ああ、ごめん。ちょっとバイクに目がいってた。バイク好きなんですか？
ああ、最近はあんまり乗れてないけど、メンテは欠かしてないよ。ああ、それであの時油の匂いが。車種とかわからないですけど、かっこいいですよね。お、エイジもわかる口か？受験終わったら走りに行くか。はるかさんはデートじゃないって言っていたけど、本当に楽しい思い出になった。それからしばらくして、はるかさんは何気ない調子でその話をした。エイジ、しばらくの間、夜はあんまし出歩くなよ。出歩くのって、何かあったんですか？ちょっと気な臭いみたいでね。気な臭いって、もしかして。この町には、いわゆるギャングや半グレ、暴走族といった連中が多くいる。俺の高校にも、それに属した連中がいる。彼らは彼らで集まっているため、ほとんど関わりはないが、危険な存在だというのは、ニュースなどで嫌というほど知っていた。ちか、怖っ。少し前に、この辺りを仕切っていたレディースの総長が変わったとか、ギャングがかなり幅を利かせるようになったとか、そういう話題が尽きないのだ。怖いですね。ああいうのは夜が一番活発になるからね。気をつけておきなよ。気をつけてって、はるかさんの方が危ないんじゃ。こんな時間に、はるかさんは一人で帰ってるんだよな。バーカ、私は大丈夫なんだよ。送ります。はるかさんの家の近くまで。バーカ、そんなこと気にしなくていいんだよ。不安に駆られた俺は、無理やり説得して、はるかさんを送ることにした。俺は、はるかさんと二人、夜の街を歩いていた。あくまで注意しておけば大丈夫だと思うけど、エイジは心配性だな。夜は危ないって言われて、はるかさんが一人で帰ってることを考えたら心配になりますよ。その男気はいいね、エイジ。おいおいおい、お兄ちゃん、ずいぶん綺麗なこと歩いてるね。お姉ちゃん、俺らと遊ぼうぜ。お兄ちゃんは財布貸してね。ちっ、面倒だな。まずい、はるかさん逃げて。バカ、エイジ。はい、ドーン。よいしょ。てめえら。おい、エイジ、しっかりしろ。彼女は僕の大好きな人なんだ。手は出させない。エイジ、はるかさん、俺は大丈夫だから早く逃げて。泣ける。大丈夫だよ。ちょっとそこで休んでな。え？こういうことから卒業した私相手にじゃれつこうなんて、懲りねえバカどもだな。エイジに手出したんだ。明日の朝日は拝ませねえぞ。はるかさん、何を。守らないと。あれ、やばい。意識が。あれ、こいつ、私服だから気づかなかったけど、黒髪に青目。黒猫の総長の。卒業したって言っただろうが。ギャングたちが怖がってる。はるかさんが大丈夫って言ってた理由はこれか。なら大丈夫なのかな。ここは。あ、目が覚めたか。大丈夫か。なんかまだ変な感じですけど、大丈夫です。喧嘩なんてしたこともないだろうに。よく頑張ったね。はるかさんが危ないって思ったら、つい。それにしても、はるかさんの顔が妙に近い気がする。それより、エイジ、さっきの言葉、ほら、私がなんとかって。何か言ったっけ。彼女は、僕の大好きな人なんだ。手は出させない。それは。うん。押すなよ。バカ、声がでかい。しー、姉子に春が。あー、うん、いてて、だから押すなって。あー、姉子が膝枕してる。ちょ、マジのスクープじゃん。共有しないと。おい、お前ら、エイジを運んでくれたのは感謝してるがよ。
やべ。盗み聞きしてんじゃねえ。姉子がお怒りだ。逃げろ。こらエイジ、お前まで笑ってんな。後日知ったことなのだけど、はるかさんは以前この町を仕切るレディースの総長をやっていた。大学受験を機にレディースを卒業したのだけど、今も姉子として慕われているらしい。姉子。それやめろ。大学に合格したらはるかさんに告白しようと思っていたけど、その時レディースの人たちにどう言われるのか、彼女たちが説教される姿を見ながら俺はそんな風に思った。お前たちはだな。姉子かわゆさん。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。